今回は、陶器刺激科5種小京都について解説します。映っているのは、つむらの製品です。効果や目的の話をすると、どんな人が飲むのかっていうと、手足の冷えを感じ、まあ、足が冷えると、まあ、足とか下腹部が痛くなりやすい人に向いています。まあ、具体的な症状としては、下焼けとか、頭痛とか、まあ、下っ腹の痛み、下腹部痛、腰痛などが 向いています。まあ、配合症薬は9種類で、ずらっと書いてるんですけれども、陶器っていうのは血行を良くして体を温めます。経費や芍薬は痛みを改善するのに適しています。細心や5種類は体を温め、痛みを緩和する作用。症況も体を温めます。目痛っていうのは、 体の水分循環を良くして体の水分状態を整えます体操は胃腸の調子を良くしたり肝臓は緩和作用や漢方薬自体を飲みやすくする効果もあります飲むのに適している人をもう一度おさらいすると冷え症の改善で体力がなく手や足の先の冷え 下肢、足の冷えがひどい人、下焼け、下腹痛、腰痛、下痢とかですね、その他、冷え症の女性の月経痛にも使われることがあります。まあ、死虐っていうのが、死、ま、肢、あの冷えって言ったりするので、まあ、そういったものに使われます。飲み方は通常、1日2回から3回飲みますが、必ずですね、医師の指示に従うようにしてください。注意点や副作用は、副作用は ほとんどありません。胃の不快感や食欲不振などが気になる場合は教えてください。万が一体のむくみや血圧の上昇など気になることがあれば必ず教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。薬のリクエストや質問は公式アカウント、公式 LINE やコメント欄で募集していますのでぜひよろしくお願いします。動画のご視聴ありがとうございました。 ぜひ、グッドボタンやコメント、チャンネル登録お願いします。田舎の薬剤師チャンネルは、薬の説明が聞けて質問できるチャンネルです。さらに、リクエストもできて、メンバーシップでは優先的に返信し、薬以外のことや個人的な健康相談も可能です。とりあえず、無料のチャンネル登録はとてもおすすめです。一番そばであなたの健康を応援したいと思っています。 大事に